い残すとこもマリオあと4本っていう感じになりましたね。キノピオのセットと通りでの攻略チャレンジとヨッシーあとドッスンのチャレンジですね、あと4本。そして本日ははいこちらですね、レゴマリオキノピオと宝探し71368、パーツ数が464ですね。はい、そしてこちらの商品の価格なんですけど、僕が購入した発売価格っていうのが9255円の税別っていう感じですね。はい、そして464ピースっていう割には部品の袋がね、あの10個ありますね。番号が10個までプラス1袋なんで合計で11袋あるんですよね。で、まあピース単価がね結構法外な価格ではあるんですけど、まあ見てわかる通りボリュームがかなりあって、組み立て難易度がもうこれレゴ史上本当に一番低いかもしれませんね。あの464ピースだと、まあ普通のレゴ商品だと部品の袋3つしか入ってないんですよ。まあこれ3つの袋に分かれるわけですけど、これ11個ですよね。もうこれだからぶっちゃけ4プラス、まあ、4歳はねさすがにちょっとね言い過ぎかもしれませんけど、あの対象年齢がはるかに低いという感じですね。はい、あの子供に買ってあげても余裕で子供組み立てれるので、親として安心して買ってあげてもいいかなって思いますね。組み立てます。はい、キノピコつけて作りできます。はい、プリントのパーツに、はい、体が丸いですね。はい、非常に可愛らしい感じで、はい、顔頭ですね。はい、こちらをしっかりつけてから胴体につけてあげて、はい、白いパーツに、はい、ヒンジ系のパーツ、そして上黒いパーツですね。はい、そして次緑のパーツ、あ、これはなんか組み立てやすそうですね。で、帽子をつけて、はい、キノピコ完成です。続いて土台の方ですね。はい、はい、そしてね、レゴ社長、これ実はテイク2なんですよね、テイク2。はい、これね、また忘れてましたね。ちょっと忘れやすいので、はい、これね、皆さん忘れないようにつけてあげましょう。はい、本当にこれで完成ですね。はい、キノピコ、完成です。はい、続いてキノピオですね。はい、また顔、胴体のフルプリントで、はい、両腕つけていってあげます。体の形はキノピコと、まあ、同じですね、同系統のキャラなので、まあ、不思議ではありませんね。はい、キノピオだけ上に赤いものをつけてあげて、はい、ヒンジ系、そして緑、帽子。はい、完成です。そして土台を作っていきましょう。土台をつけて、はい、乗せてあげます。はい、あとね、木とか作っていきます。はい、矢印を作ってあげて、次、木ですね。木が2本。これはもう、レゴマリオだとよくある感じの木ですよね。見慣れましたよね、皆さん。はい、そしてレゴ社長また間違えてましたね。そっくりなんでね、間違いやすいですね。そして木を2本つけていってあげて、はい、置き場所ないんでね、はい、ここ、キノピコにつけてあげます。そして、はい、あのレゴマリオによくある光景なんですけど、最初の方はね、組み立て難易度がね、めちゃめちゃ低いんですよね。そして徐々に難しくなってくるっていう感じではあるんですけど、はい、このキノピオのセット、おそらくこれもね、同じような感じかなっていうふうに思いますね。あと一番最初ね、もうここら辺すごい楽ですね。楽というか簡単というか、この先がちょっと怖いかな。はい、完成。ルポにしようかな、クッパで戦おうか、キノピオにしようか、キノピコにしようか、どれにしようかな。あ、痛かった。4番。はい、今ちょっとアプリにね、このキノピオのセットを出そうと思ったら、はい、こちらのアバター単体でも、はい、こういう風にこう島ができるみたいですね。島というのか、なんというのか。だからアバター4つをこのアプリに登録すると、はい、これが4つできるっていうことですよね。まあすごいですね。はい、続いてあのキノピオですね。はい、今回キノピオの動画なんで、キノピオをちょっとね追加していきたいなと思います。これですね、これをちょっと踏んでいきますね。はい、じゃあレッツゴー。はい、トップ画面に出てきますね、これで。お、出てきた、お、すごい。よいしょ。なるほど。あ、クッパ城と大きさもまあちょっと近いですね。じゃあ続き組み立てます。はい、そしてお家みたいなものを作っていきますね。はい、おしゃれなベージュのパーツ、緑の葉っぱ、そしてツルツルのパーツに柱が2本ですね。はい、反対側も同じ。そして板をつけてあげて、ギミックの装置らしきものですね、左手でつけていきます。難しい、いけるか、間違えないように気をつけないといけない。そしてこちらをつけてあげる。で、白いものこちらですね。はい、先ほどの装置をつけてあげる。そして木の柱が2本ですね。反対側も同じで R パーツ、なんか出来上がってきましたね。そしてメッシュパッドを上につけてあげる。はい、そして次はね、屋根に参ります。屋根、はい、結構パーツが大きくなってきましたね。回して、はい、茶色いパーツをつけてあげて、はい、板を2本。そしてこれが終わったら次は、はい、こちらですね。ちょっと細かいですね。で、黄色のフラットパーツをつけてあげて、さっきのこちらを持ってきてあげて、つけてあげて、はい、まもなくね、こちらは完成。あとね、めちゃくちゃデカすぎるパーツをつけていきます。これで大型完成という感じですね。反対側も同じ、くるって回してあげて、はい、でかいパーツをつけてあげる。もうすぐ完成ですよ。はい、できました。はい、屋根をつけてあげる。そして、はい、ちなみにこれを3つ集めると何かが起きるので、楽しみにしててくださいね。続いて5番の袋、
はい、これはね、皮ですかね、まあ、ちょっと皮っぽいですよね。そしてこちらがね、ちょうどね、右と左で一つずつあるっていう感じなので、はい、もう一つ作ってきました。はい、そして箸をかけてあげて、いや、ここ今さっき皮って言いましたよね、多分皮っぽいですよね、これ。で、丸いフラットパーツ、どこか真ん中、ここか、合ってるかな。続いて、はい、また似たようなギミックがあります。ちょっとマリオ似たようなギミックが、まあ、多いですね。まあ、けど楽しいし、全然いいかなと思います。何ができるかな。もう皆さん多分ね、まあ、僕の動画見てる方なら、もう見たことがあるっていうような感じの装置ですね。はい、まあ、もうなんか完成です。そして、茶色のフラットパーツでサイドを締めてあげる。そして中に通してあげて、はい、もう見覚えありますよね。で、丸いパーツを最強サイドにつけてあげる。さあ、何でしょうか。楽しみですよ。はい、完成です。はい、すいません。レゴ社長、またまた間違えてましたね。はい、これ下の方につけるパーツでしたね。はい、端をかけてあげて。はい、できました。早速遊んでいきましょう。こういうことですよね。よくあるギミック。もうマリオだと普通にある。デフォルトすぎる。けど、落ちる。はい、そして6番の袋になってくると、もうすっごい多いですね。はい、黒い既存らしきものをつけていって、はい、左右に連結させてあげる。そして組み立てていきます。はい、濃いベージュに、はい、後ろが薄いベージュですね。であと、お、なるほど、ちょっとおしゃれになってきましたよね。そしてレゴ社長ね、またちょっとここ間違えてますね。こうですね。で、はい、茶色いパーツ。はい、三角形のパーツに、はい、同じく三角形のパーツ。はい、若干ですけど、ちょいコマって感じですね。ちょいコマ、ちょっと細かいってことですね。はい、また R パーツですね。このパーツね、なんとなくおしゃれな気がしますね。はい、3のパーツに、もう一つ3のパーツ。そして、はい、プチ基礎をつけてあげる。で、葉っぱですね、葉っぱ。お、こちらも左右対称ですね、葉っぱちゃん。はい、そして、はい、木の柱でしょうか。ちょっと細かくなってきましたね。楽しい。はい、3のパーツ。はい、茶色いパーツですね。茶色いパーツ。左右両方。そして、この後に、はい、アーチパーツっていうのかな。すごいパーツが出てきます。お、これもまあ、すごいパーツですね。そして、この次に、ちょっと蓋らしきものをしてあげる。はい。お、小さい白いパーツ。そして、ドッキング用のパーツですね。はい。とんがってるドッキング用のパーツ。そして、ランプを2つつけてあげる。はい。ランプを左右につけてあげて、そして、はい、キングテレサのセットでもあった、おしゃれな高級な扉。続いて、屋根ですね。結構ごつい屋根ですね。楽しみ。もう間もなく終わりそう。はい、白いパーツを左右につけてあげる。レゴ商品としてはそんなに珍しくはないんだけど、はい、すごいパーツが出てきました。めちゃくちゃすごいパーツですね。僕の記憶ではアベンジャーズ製品でこのパーツがありましたね。アベンジャーズって皆さん知ってますか？知ってますよね。すごい有名な映画なんで、それに出てきましたね、この赤い巨大なパーツ。久しぶりに見たな。すっごいな、かっこいい、気持ちいい。間もなく屋根が完成。この屋根結構やばいっすね。これはすごいわ。しかもこれ強度もありそうですね。強度も高そう。やばい。よし、出来上がる。あ、これすごいな。これすごいですね。普通に強度もあっておしゃれも兼ね備えてる。できた。ドッキングできた。キノピオの家、キノピオ、ふぅ。はい、革ですね。今回は間違いなく革です。そして右と左同じ商品なので片方だけ組み立てていきます。もうマリオでよく見る感じのブロックですね。珍しさはもうなくなった。はい、間もなく橋が完成しますね。これすごいパーツ出てきましたね。はい、そして最後ね、緑で締めてあげる。そしてミラー商品なので、はい、これで橋が完成。はい、くるってひっくり返してあげて、グレーのパーツで、これも左右対称だったので、はい、こちらね、つけてあげる。そして引っ張って、こうですね。はい、フラットパーツ、これすごいな、かっこいいですよね。かっこいい、気持ちいい。はい、プクプクですね。お、赤いプクプク、ちょっと楽しみかな。お、出来上がってきた。で、バーコードね、後ろにしっかり貼り付けて、顔、はい、プリントの目に、はい、これなんていうのかな、羽っていうのかな、腕っていうのかな。はい、そして上ですね。はい、腕で、何ですか、ヘッドっていうか、で、ぶっ刺してあげる。そして引っ張ってあげて、ぶっ刺して、はい、ひっくり返してあげて、はい、ミラー商品なので、はい、もう一個つけて完成です。しっかりとね、バーコード踏んであげて、コインも貯めてあげて、回しましょう。立ちます。はい、紫の家を作ってますね。紫の家、どういう家なのか、ちょっと仕上がりが楽しみです。はい、茶色の板をつけていく。そして、なんだろう、これ R パーツ。あ、ちょっとカメラアングル入ってなかった。ちょっと悔しいかな。やっちまった、レゴ社長。はい、これ、をつけてあげて、
あ、これ結構身長が短いですね。なるほど。で、R パーツ。はい、屋根。硬い。はい、茶色いパーツ2つつけてあげて、はい、お、ブルー、黄色、あ、カラフルですね。ひっくり返して、で、さっきのこっちに、はい、つけてあげる。はい、紫、白。はい、そして、はい、でかいパーツですね、でかいパーツ。こちらもでかいパーツ、ひっくり返してあげて、はい、白いパーツ。ひっくり返して、あ、完成。そして、家、家とドッキング。じゃ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 、完成。完成したけど、ギミックとかは特にない。見て楽しむっていう感じ。はい、9番。はい、秘密の宝箱かな。宝箱っぽかった。ちょっと完成が楽しみかな。そしてここ、これ結構ね難しい。はい、こちらねしっかりと説明書見てあげることですね。もう10回ぐらい同じこと言ってますね僕。はい、そしてこっちにドッキングしていきます。できるか。お、いけた。やった、気持ちいい。お、出来上がってきましたね。そしてはい、キノピオの宝箱、鍵のプリント、ほら、いい感じ。続いてこちら、蓋、ラウンドパーツ。お、これは見た目おしゃれですね。そしてひっくり返してあげて、はい、フラットパーツ。そしてまたくるってひっくり返してあげる。お、これここ忘れてましたね、レゴ社長。よし、あ、すごい、出来上がってきた。あ、これはすごいですね。あ、これけど間違ってないかな。あ、これ反対でしたね、ちょっと間違ってましたね。で、上からつけてあげる。お、やばい、できた、完成。そして最初に1番作りましたよね、こちら2番って書いてますね。3つ集めるとすごいことが起きます。はい、完成です。蓋を開けてあげる。そして勢いよく踏む。そして2番って書いてますので2番を踏んであげる。で、さっきの1番、はい、1番を出してあげましょう。踏む。はい、あと3番を次の袋で完成させます。はい、最後の袋。ちょっとね、身の上話すると、レゴの投稿ってめちゃくちゃしんどいんですよね。組み立て動画作るとかも結構無理ゲーっていう感じで、かなりしんどいんですけど、このマリオっていうシリーズに関してはちょっと違っていて、普段も組み立て難易度がね、キチガイみたいに高い商品しか作ってなかったので、もう非常に楽に感じますね。もうこれはね、投稿者としてね、もうすっごいラッキーなシリーズですね。他の忍者号とかスターウォーズと比べると、明らかに、楽ですね。はい、そしてね、もう間もなく終わりを迎えますね。まあ、こちらの商品もね、言うてもね、400ピース前後っていう感じの中型商品なので、まあレゴ商品としては本当にざっくり200ピースぐらいの商品を作るような感じですよね。まあ、部品がねやっぱり一つあたり大きいっていうのがあるので非常に組み立てやすいですね。かなりだからおすすめ。まあ6歳7歳ぐらいでもいけそうな感じはしますけどね。うん、他の同じ年齢の対象年齢の商品よりも明らかに、まあ、組み立てやすいしおすすめですよね。はい、そしてね緑こっちをつけていく。でもう間もなくね言うてる間に完成っていうところですね。はい、で正面でちょっと回して葉っぱをつける。お、つきにくいな、頑張れ、いけた。はい、続いてこれですね、これ。あ、3番目が完成しましたね。うー、これは気持ちいいですね。気持ちいい、嬉しい。はい、で、もうこれ何回作ったかなっていう感じですよね。はい、よいしょ。あ、けど黒い小さいパーツがある。あー、なるほど、なんかとドッキングするんですね、これは。はい、続いて、はい、こちら。あー、なるほど、なるほど、なるほど。あー、なるほど、わかった。後ろにひっくり返して、ほら穴がありましたね。はい、ここに刺す。あー、できた。はい、1番続いて2番ですね。蓋を開けて宝箱を踏む。そして先ほど組み立てたこちらですね。はい、踏んで葉っぱを外して3番、何が起こるか、奇跡の瞬間。コインしかもらえないっていう感じでしたね。はい、完成しました。はい、続いてコースをつなげて連結させて完成です。連結させていきます。
完成しました。おめでとうございます。はい、ちなみになんですけど、このコースの体積が、あの横幅がね48センチで、奥行きが30センチっていう感じですね。だから、あの先日発売されたグランドピアノありましたよね、グランドピアノ、まあれと体積が本当にちょうどそっくり、そのまんま同じ、まあ5センチぐらいちょっとね、この幅だけこっちの方が広いっていう感じなんですけど、実質グランドピアノと同じ体積っていうことになりますよね。まあボリュームすごいね、これ400ピースぐらいでこのボリュームはねすごいです。そしてね、ちょっと細かく見ていきましょう。スタートがありますよね。まあ、こちらがねフルプリントっていう感じですね。まあ、これはすごい贅沢なパーツですよね、フルプリント、嬉しい。そして、はい、続いてその横ですよね。じゃ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 、もうマリオだとデフォルトになってるんで、はい、珍しさはないかなっていう感じはしますよね。ただね、やっぱ簡単ではないですね。うん、普通にちょっと難しい感じはあるので、まあ楽しいですよね。簡単すぎると逆に面白くないんで。レゴ社長どんだけ下手くそなんだよ。はい、そしてよく見るとね、ほら川がねしっかりと再現されてますよね。はい、そしてクリボー、もうクリボーはね結構いろんな商品に付属してるっていう感じですよね。はい、続いて、はい、面白いギミックがあって、こちらですね、こちらをマリオで踏んであげると、はい、出てくるっていう感じですね。でよく見てみると、はい、1番って書いてるんですよね。ちなみにこれがね1から3番ございます。あの踏んで3つ集めると、まあ、コインが貯まるっていう感じですね。まず1番ですね。はい、そしてね枠もね綺麗な感じで縁取られていて、まあ、残念ながらね後ろはねちょっと遊び要素はないっていう感じではあるんですけど、はい、一応ね、まあこれなんていうのかな、ミニフィグではないんだけど、はい、キャラクターをねこういう風に置いて、はい、こんにちはっていうような感じで遊べますよね。こんにちは、ただ閉めるとまあ、落ちちゃうっていう感じですよね。はい、続いてね真ん中にやってきました。ね道しるべみたいになっていて、キノピオの家に行くのか、はい、コースを進むのか、まあ、選択できるっていう感じですね。でギミック自体は結構頑丈で硬いですね。まあ、かなり激しく遊んでも壊れそうにはない。そして、はい、キノピオの家ですね、あの高さが18センチぐらいで、まあすごいですね、すごい巨大なパーツを使ってますね。まあこのパーツ自体ね、まあ、珍しくはないんですけど、あんまりねあの出回ってるっていうパーツではないですよね。まあ、円盤系の商品には多いパーツですけど。そして、はい、よく見てみるとね、はい、バーコードがありますよね。このバーコード一体何なのかっていうと、はい、もうね踏むんでね、まあ、コインがもらえるだけっていう感じですね。まあちょっと寂しいかな。まあキノピオの音とかね出てくれたらよかったんですけどね。まあちょっと物寂しいかな、期待値が高かったので。はい、そして、はい、扉がありますよね。はい、あのこれキングテレサのセットにもあった扉と同じですね。まあ贅沢な扉になってます。はい、そしてねランプが2つあって、まあこちらのランプに関してはもうレゴデフォルトのランプっていう感じで、特に珍しさはないっていう感じですね。でよく見てみると、まあ草が生えていて、後ろちょっと後ろに関してはね遊び要素がねあんまりないっていう感じですね。まあキノピオ、まあ、1体をかろうじてこうやって置ける程度っていう感じにはなってますよね。まあただね、あの他のマリオ製品と比較すると、まあこうやって置けるだけ、まあ結構まだ遊べる方なのかなっていうふうには思いますね。まあマリオを置くとどうだろう、あ置けた。ただねマリオもう頭出ちゃってるんでね。で一般のねミニフィグって言われるものを置いてみると、まあこういう感じですよね。まあ、ちょうどサイズ感はいいと思いますね。ちなみに正面からちょっと見ていきましょう。はい、こんにちは。あ、ちょうどいい感じですよね。次キノピオをね見ていきましょう。こんにちは。あ、キノピオやってきましたね。かわいい、気持ちいい。ちなみにこのキノピオなんですけど、被り物、まあ、スーパーキノコの色違いっていう感じですよね。はい、そしてね胴体はフルプリントっていう感じになってまして、はい、丸っていう感じですね。胴体はまん丸、そして顔のプリントも結構いい具合ではありますよね。で足もマリオオリジナルパーツっていう感じですね。まあ、既製品と呼んでいいのかどうなのか、まあ、マリオオリジナルパーツ。そして腕、まあ、腕に関してはこれ新パーツっぽいですね。あんまり見た、いや初めて見ましたね。はい、新パーツで、あこれねほら、これ剣とか銃とか持たすことができるタイプの腕ですね。だからあの忍者号の剣とかスターウォーズのブラスターを持たすことができますね。これはすごい嬉しい。その上に行くと、はい、プクプクを踏んで遊ぶセットがありますよね。裏と表もまあ同じで、左右も同じだから、正面から見た感じも後ろから見た感じもまあ同じっていうことになりますね。そしてね勢いよく回転しますね。ほら気持ちいい。ただねこうやってね踏みながらコインを貯めるっていうのはできないので、コインを
もらってから踏むっていう感じの遊び方になりますね。はい、そしてその奥には宝箱があって、はい、蓋を開けてあげて、はい、2番って書いてますよね。これ1から3あるので、まあ、全部集めると、まあ、コインがもらえますっていうやつですね。で、宝箱なんですけど、はい、結構ハイセンスですね。数あるレゴ商品の宝箱の中でも、まあ、ここまでしっかりした宝箱っていうのは、まあ、基本的にはない。あったとしても結構少ないので、宝箱としてのクオリティはめちゃくちゃ高いですね。で、この宝箱実はね、左利き用に作られてますね。右利きだと結構遊びにくいので、もうちょっと自分で組み替えていきましょうか。これこの場でもう作り自体もそんなに複雑じゃないので、もう簡単に右利き用に、まあ、作り替えることはできますね。ちょっとね、やっていきますね。もう間もなく完成ですね。あ、これでできましたね。はい、これで、はい、右利き用の完成ですね。右から押すことができますね。まあ、だから右利きの方はね、ちょっと組み替えてあげた方が遊びやすいっていうことになりますよね。その上に行くと木があります。この木もね、なかなかハイセンスですね。で、おそらく新パーツと思われる緑の雲のパーツが使われてますよね。まあ見た感じ雲っぽいんですけど、まあ、今回木の雰囲気を出してくれてるっていう感じはしますよね。どうでしょう、まあ、おしゃれですよね。はい、ちなみになんですけど、まあ、こういう感じでもちろん分離することも可能ですね。まあ、取って違うところにこうやって置いて遊ばしてあげるっていうこともまあできますよね。そしてこの木なんですけど、よく見てみるとね、はい、わかりますかね、スイッチがありますよね。これを押してあげると開くので、はい、これでコインが最後もらえるっていう感じですね。まあこのギミックも地味にすごいし嬉しい。はい、そしてキノピコとキノピコの家ですね。これはすごいですね。めちゃくちゃおしゃれ、女の子風の商品かなと思いますね。まあ男の子製品で、まあ、こういうカラーリングのパーツはまあまずないので、まあ結構斬新ですよね。嬉しい。そして、はい、非常に小さい家です。まあ可愛いし全然ね、いい感じかなと思いますね。後ろから見てもまあ全く遊び要素はないんですけど、まあ、これはこれですごくいいですよね。そしてこちらのキノピコですね。キノピコ、基本的な作りっていうのはキノピオと全く同じですね。まあ、多少の組み方の違いと、まあ、デザインが違うっていうぐらいの差しかありませんね。まあ、大まかとなる基本のベースは同じですね。そして、まあ、胴体もフルプリントで、まあ、顔の表情もね、キノピオとね、キノピコ違ってて、まあ、これはこれでなかなかいい感じではあるかなと思いますね。そして後ろね、これこれ結構ね、再現度高いですね。よく考えましたね。はい、いい感じですよね。はい、そしてバーコードがあるんですけど、もうこれキノピオの時と同じですね。はい、もうコインが貯まるだけっていう感じですね。はい、はい、最後にちょっと遊んで終わらせていただきます。スタート。矢印の方向に進む。はい、コインを貯めよう。ゆっくりは捨てられない。タイムブロック欲しいな。はい、急がないと時間がない。一つ目、道しるべ、どっちに行こうかな。まあこれはキノピオですよね。こんにちはキノピオ、いつもありがとう。ジャンプ、プクプク。羽が壊れた。やばい、時間がない。急げ。2番。3番。あれ、コインもらったかな。ゴール。あ、こっち。ボリュームがありすぎてタイムブロックないと厳しいけど楽しい。はい、次5歳の子供が遊べるか試してみましょう。僕頑張ってね。はい。落ちるな、頑張れ、頑張るんだ。もうすぐ小学生になるんだから頑張るんだ。あ、ちょっとカメラ。よし、はい、キノピオのバーコードを踏もう。あ、急がなか。その宝箱のそれ2番踏もう。キノピコ、そう、
はい、そして最後の木の上にバーコードがあるからそれ取ろう。うん、もうそう、頑張れ。よし、ゴールゴールゴール、よし、貸して、おめでとう、パパより上手だね。お、31枚、おお、すごいね。僕はい、いかがだったでしょうか。発売価格もまあ1万円前後で、まあボリューム結構あるっていう感じですよね。はい、非常におすすめです。クッパ城とどっちがいいかって言われると、まあさすがにクッパ城の方がいいことはいいんですけど、まあクッパ城を買ってお金による余裕がある方はまあこっち買ってもいいと思いますね。はい、何よりもやっぱりね、このキノピオとキノピコ、やっぱりね、キャラクターシリーズのレゴっていうことなんで、やっぱり欲しいですよね。はい、皆さんの意見や感想などもいろいろ教えてね。バイバイ。はい、最後までご覧いただきありがとうございます。この動画では全てのレゴマリオの動画、そして全ての忍者号、そしてほとんどのスターウォーズの動画を投稿しています。もし気に入ったらチャンネル登録と高評価お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。